皆様こんにちは、セガの加山です。桜大戦っていうのはですね、僕はそのすごくガンダムとかと並ぶ日本のエンターテインメントの誇るべき資産だと思っている。それは一つは作り手と声優さんも含めた、作り手ですけど、このチームワークっていうのがとても素晴らしい。で、ベースに流れてるものとか、あるいはその表現、それがそのゲームだけにとどまらず、音楽や舞台、あるいはその映像という、そういうふうなものが非常に高いレベルで昇華されている稀有な作品だというふうに思っています。この作品をいかに多くの人に楽しんでもらうか、あるいはこれをどうやってもっと発展していくかということを真剣に考えていくことが、この作品の中心の仕事をしているセガの責務だというふうに考えていました。ドリームキャスト自身が生産を中止をして、今もうそのハードは市場にほとんどないという中でも、桜大戦の第一期はドリームキャストでやらないといけない、やらないとより深く広く愛してもらえることはできないだろうというふうに考えて、ドリームキャストで出すというふうなことを決めました。ただ心ではそう思ってても、その作品のクオリティがあまりにも高いものだったから、その意味ではドリームキャストが市場にある中で出すことは物理的に不可能だろうというふうに思ってました。それが今回ヒロイさんやオーバーワークス声優の人たちも含めて、実際に3が出てから1年以内に作るというその稀有な意気込み、これをその具体的な声として聞くにあたって、セガとしては何としてでもこれをその彼らの邪魔にならないように、彼らをサポートできるような形で市場に出して受け入れてもらおうというふうに今は考えています。これからも桜大戦をよろしくお願いします。桜大戦4はドリームキャストできちんと出て、第一期シリーズを見事に、まあある部分フィナーレを、第一幕のフィナーレを飾ってくれるというふうに思ってます。これはそうしてほしいというのは、桜ファンの一人である、まあセガの代表というよりも桜ファンの一人としての希望でもあります。頑張ります。よろしくお願いします。